辻野薬師堂、辻野薬師堂は、神奈川県鎌倉市大町にある仏堂。小さな道の中に、薬師三尊像、十二神将像,像等が暗記されている。この薬師堂は、研究元年に、源頼朝が二階堂に建立した、伊王山東高寺の境内にあったものと言われる。五代醐天皇の御子森吉親王が遊兵され、 後に、足利忠義のために生涯されたのが、東光寺である。南北朝時代には、関東実説の一とされた。その後、宝永元年、薬主堂は、大町名古屋歌記にあった、小義新言衆朝禅寺に移された。朝禅寺は、奈良時代の人記念館に、由井の長者。 ソメヤ太郎時忠の混流と言われる古刹。その後、大町辻に移り、遠方2年5月には、水戸三つくにも訪れている。江戸末期に消失したが、薬師堂だけは残ったという。明治期の横須賀線付設工事に伴い、現在地に移設された。辻の薬師堂内部現在、薬師堂は、大町辻町の町内会の人々によって、維持管理されている。 神奈川県指定文化財の書物像は、1993年に鎌倉市に遺憾され、鎌倉国宝館の所像となっているが、道内にあるレプリカは自由拝観できる。以下の所像は1993年に鎌倉市に遺憾され、鎌倉国宝館の所像となっている。このあたりの旧町名を辻町という。これは、車王子と、 小町王子との辻があったためであり、辻の本教寺、辻の役指導等の名称に王子が忍ばれる。ありがとうございます。